平成28年度7歳児祝い、町内在住の7歳児を祝い、健やかな成長を記念する式典です。日時11月12日土曜、時間受付13時30分、式典14時から14時55分、記念写真撮影14時55分から15時10分、記念講演15時10分から15時25分、会場文化センタースピア多摩川。対象平成29年度に小学校へ就学する予定の児童、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ。平成28年度成人式、新成人の門出を祝福するとともに輝かしい将来を記念する式典です。日時平成29年1月8日日曜、時間受付10時、式典10時30分から11時10分まで、祝賀会12時から13時、会場文化センターアスピア多摩川。対象平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの町内在住の方、または町内中学校卒業者で町外在住の方。問い合わせはいずれも教育委員会障害学習課第2庁舎1階、電話直通 65-2656。 ここまでの担当は戸賀氏でした。13ページ、埼玉県観光課から、第4回埼玉県おもてなし大賞募集。募集対象、ホスピタリティ精神に富んだおもてなしを実践する県内企業団体、宿泊施設、観光施設、交通事業者、飲食店、土産物販品などの小売販売業者、 NPO ボランティア団体など。応募要件、埼玉おもてなし宣言をしていること。募集期間、8月1日月曜から9月30日金曜まで。募集方法、埼玉県おもてなし力向上実行委員会のホームページのエントリーフォームから申し込み。審査方法、一次審査、書類審査10月予定。二次審査、プレゼンテーション11月予定。発表表彰、対象1、奨励賞1、特別賞3。12月に各賞の受賞者を発表し、同月に表彰式を行う予定。問い合わせ、埼玉県観光課おもてなし大賞受付担当、電話 048-830-3957。 役場総務課から、9月10日10月29日の土曜会長はお休みします。町では役場業務にかかるシステム改修作業のため、9月10日10月29日の土曜会長はお休みさせていただきます。問い合わせ、役場総務課庶務担当、本庁舎2階、電話直通 65-1650。 埼玉県土地水政策課から、埼玉の水と森ふれあい体験、水源林散策、滝沢ダム見学、参加者募集。対象、小学生以上、小中学生は保護者同伴。日時10月30日日曜7時30分から17時30分。場所、荒川上流の水源林散策および滝沢ダム秩父市見学。バスで移動します。集合場所、
熊谷駅7時20分西武秩父駅8時40分費用1000円昼食代。募集人数40名。申し込み10月7日金曜必着までに県ホームページから電子申請で申し込むか、往復はがきに行事名、住所、氏名、電話番号、小中学生の場合は学年、希望の集合場所を明記し、埼玉県土地水政策課、郵便番号 330-9301、住所不要へお申し込みください。問い合わせ、埼玉県土地水政策課、電話 048-830-2189。 14ページ、埼玉県住宅課から、多子世帯向け中古住宅取得リフォーム補助金の申請を受け付けています。県では子育て世帯を支援するため、多子世帯向けに中古住宅取得リフォームの諸経費に対して助成を行っています。助成額は県住宅供給公社が実施している助成と合わせて最大で70万円です。対象世帯、1、子が3人以上の世帯、2、子が2人の世帯、条件あり。なお、子は18歳未満です。対象住宅、1、戸建て住宅、床面積が100平方メートル以上、2、マンション、床面積、占有部分が80平方メートル以上。募集期限、平成29年3月15日水曜まで。予算がなくなり次第終了します。問い合わせ、埼玉県住宅総務民間住宅担当、電話 048-830-5563。 埼玉県生活衛生課から、彩の国動物愛護推進員を公募します。募集期間、9月1日木曜から11月30日水曜。問い合わせ、埼玉県保健医療部生活衛生課総務動物指導担当、電話 048-830-3612。広域消防本部から、救急フェアを開催します。救急および救急業務に対する住民の正しい理解と認識を深めることを目的とし、救急フェアを開催します。日時、9月9日金曜10時30分から12時30分。場所、株式会社八尾港緑ヶ丘店店頭、小川町緑ヶ丘。内容、看護師保健師さんによる血圧測定、健康相談、救急隊員による応急手当法、地震体験者、防災体験者、音楽隊演奏、救急車、はしご車、救助工作車の展示。雨天時は一部中止の場合があります。なお、参加者に記念品を差し上げます。問い合わせ、比企広域消防本部警防課、電話 23-2267。 15ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは高齢者の皆さんの総合相談窓口です。問い合わせ、電話 65-1010、 保健センター内。参加者募集、
認知症介護者教室を実施します。家族が認知症と診断されたけれど対応に困っている、介護に疲れてしまった、病気と分かっていても腹が立ってつい当たってしまう、自分と同じ思いの人と話がしたい、そんな方のための教室です。また身近に認知症の人はいないけれど認知症の方への対応の仕方について学んでみたいという方も参加いただけます。ご参加をお待ちしております。認知症介護者教室、対象町内在住の方。申し込み方法、問い合わせ先まで電話でお申し込みください。先着順に受付いたしますが、応募者多数の場合は現在認知症の方を介護している方の参加を優先させていただきます。申し込み締め切り9月15日木曜。日程及び内容の表を読みます。第1回から5回まで日程、内容、担当講師の順に読みます。なお曜日はいずれも木曜日、時間はいずれも13時30分から15時30分です。第1回、10月6日、認知症について正しく理解しよう。医師。第2回、10月20日、認知症の人への関わり方を学ぼう。認知症ケア専門士。第3回、11月10日、認知症の人を支えるサービスについて知ろう。ソーシャルワーカー。第4回、12月1日、認知症介護の先輩の体験談を聞こう。参加者交流会。認知症の家族を介護した経験のある方。第5回、12月15日、介護者の健康を守るために、腰痛予防の技術を身につけよう。理学療法士。表を終わります。受講料は無料です。会場保健センター。16ページ、ときがわ町健康づくり開発活動スモールチェンジ。スモールチェンジに関する情報は町ホームページでご案内しています。ぜひ皆さんの健康づくりにご活用ください。問い合わせ保健センター、電話 65-1010。 歩いて健康づくり、グッドラクウォーキングチャレンジ事業、健康長寿ときがわプロジェクト。7月15日金曜、16日土曜、20日水曜に保健センターでグッドラクウォーキングチャレンジ事業の申し込み者を対象に初回講習会を開催し、94名の方が参加しました。初回講習会ではまずはじめに自分の体の状態を知るため体組成測定と体力測定などを行いました。ミニウォーキング講座も実施し、健康運動指導士の筑田先生から歩くことで得られる効果や実施時のポイント、正しい姿勢や実施時間などの説明があり、和気あいあいの雰囲気で皆さん熱心に話を聞いていました。最後に各自歩数計の設定をして本格的にウォーキングがスタート。期間中は2ヶ月に1回歩数記録を提出しながら筋力トレ講座や栄養講座を合わせて行い、より効果的な運動となるようサポートをしていきます。スモールチェンジで少しずつ運動量を増やしてみましょう。そんな取り組みを応援するプロジェクトです。
講習会の様子の写真が3枚掲載されています。埼玉県平和資料館から、埼玉ピースミュージアムからのお知らせ。初めてのウォーキング教室、健康運動指導士による全2回の健康講座。日時、内容、10月1日土曜ウォーキング指導、10月8日土曜野外ウォーキング、どちらも9時30分から11時30分の120分間。定員30名、参加費無料。申し込み方法、直接受付か電話でお申し込みください。埼玉県子ども動物自然公園コラボ企画。埼玉県子ども動物自然公園コラボ企画。埼玉県子ども動物自然公園の半券またはパスポートを受付に提示ください。記念品を差し上げます。期間、9月1日木曜から10月30日日曜。映画会無料。9月11日日曜13時30分から邦画二等兵物語。9月17日土曜13時30分から邦画爆臭。9月25日日曜13時30分から邦画お茶漬けの味。問い合わせ、埼玉ピースミュージアム、埼玉県平和資料館、電話 35-4111。 17ページから19ページグラフときがわ、身近な話題を写真でお届けするコーナー、グラフときがわです。取材にも伺いますので、お気軽に役場総務課までご連絡を。問い合わせ、役場総務課自治人権担当、電話 65-0401。 吉野里万馬館と福祉避難所の協定を締結。7月12日火曜、町は社会福祉法人吉野里馬場真美子理事長と、災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しました。福祉避難所は災害が発生した際、特に配慮を要する方に避難していただく施設となります。今回馬場理事長のご理解により、大規模な災害が発生した場合、可能な範囲で吉野里万馬館を福祉避難所として利用させていただけることになりました。協定を締結した関口貞夫町長と馬場真美子理事長の写真が掲載されています。直接触れて大興奮、園児がニジマスのつかみ取り体験。7月20日水曜、玉川保育園でキリン組の園児がニジマスのつかみ取り体験を行いました。これは武蔵漁業協同組合の協力による初めての取り組みとなります。準備されたニジマスは約35匹、特設のプールに放流され、園児たちが交代でつかみ取りを行いました。率先してつかみに行く子や怖がって近づかない子など、園児たちの反応は様々ですが、大きな歓声が上がっていました。つかみ取りしたニジマスは給食で塩焼きにしておいしくいただきました。武蔵漁業協同組合長の家和夫さんは、魚を元気な状態に保つための水温の管理が難しいが、園児たちが生きた魚に触れ、それをきっかけに匂いや食感を感じてもらいたいです、それが食育として自然を学ぶ機会につながっていけばと思っています。玉川保育園の峯岸隆明園長は、日々の保育を大切にし、
園児には本物に触れて五感を使う楽しい体験をたくさんさせたいです。今日のことも心豊かな人間を育てることの一つになればと思っていますと話してくれました。ニジマスのつかみ取りに挑戦する園児たちの写真が3枚掲載されています。夏休みの思い出に少年少女消防体験入隊。7月22日金曜、小川消防署管内の小学6年生の希望者を対象に少年少女消防体験入隊が小川消防署で行われました。ときがわ町からは10名の児童が参加し、心肺蘇生法、煙体験訓練、放水初期消火訓練などを行いました。煙体験訓練は防火服など総重量約 20kg の装備をつけて行われました。煙が充満するテント内を誰かいますかと声をかけながら進んでいました。また初期消火訓練では消火器の使い方などが行われ、消防士の方から火事を発見したら大きな声で火事だと周囲に知らせてください、そして消火器を使う際は火元を狙うようにしてくださいとアドバイスがありました。煙が充満したテントから脱出し倒れ込む児童たち、的を狙った放水訓練の写真が掲載されています。時川を満喫。第12回時川で川遊び。8月6日土曜、 NPO 団体モリンド代表山本悦夫さんが主催する第12回時川で川遊びが開催されました。会場となる時川花菖蒲園付近の河原では川の生物探しやカヌー体験などが行われ、108名の参加者が時川の自然を楽しみました。山本さんからは、子どもたちには川で遊ぶ知識を、保護者の方には川で遊ぶ時の技術注意点を学んでもらい、安全に楽しい思い出を作ってくださいとメッセージを送りました。この日捕まえた生物はギバチやシマドジョウなど23種類。川の丸ごと再生プロジェクトの工事の影響もあり、生き物の隠れ場所が少なくなってしまいましたが、上流ではカジカも確認することができました。石の下に隠れる生物を探している様子、捕まえた魚を嬉しそうに見せてくれる子ども、岩場から飛び込み大きな水しぶきを上げる様子、3枚の写真が掲載されています。夏の風物詩第10回時川納涼祭り。8月6日土曜、時川納涼祭り実行委員会主催の第10回時川納涼祭りが開催されました。会場に設置された櫓を中心に元気な子どもたちの踊りや民謡踊りなどが行われ、夏の風物詩を楽しみました。この他にも景品をかけた町のマスコットキャラクタードーム君とのじゃんけん大会も開催され、会場を盛り上げました。遊びに来た子どもたちに話を聞くと、暑いけど楽しい、かき氷がとっても美味しいですと話してくれました。祭りの最後には花火が打ち上げられ、商工会合併10周年にふさわしい祭りのフィナーレを飾りました。玉川温度や時川温度などが行われ、夏の暑さに負けず多くの参加者が踊りを楽しんでいる写真があります。子ども議会。子どもたちからの夢と希望の声。8月3日水曜、役場第二庁舎3階の議場で子ども議会が開催されました。これは
町の合併10周年記念事業の一つとして企画され、子どもたちに議会の意義や仕組みを理解してもらうとともに、若い世代が行政に関心を持ち、大人になってからも時川町に住みたいと思える町づくりを進める機会とすることを目的としています。子ども議会へは町内3つの小学校の6年生が参加し、グループに分かれ町行政への質問を考えました。当日は町議会の一般質問に準じた形式で行われ、グループごとに質疑応答が行われました。明覚小学校、明覚小学校からは25名うち2名当日欠席の児童が4つのグループに分かれて質問し、時川町をより美しくする方策についてでは、自分たちの家の周辺を清掃するボランティア活動についてが提案されました。町からは広報などを通じてボランティア活動の紹介やゴミポイ捨て禁止啓発活動を実施していく旨の回答を行いました。質問事項1、堂平天文台まで続くロープウェイの設置について。2、アミューズメントパークの建設について。3、時川町をより美しくするための方策について。4、町民体育館の改築について。萩ヶ丘小学校、萩ヶ丘小学校からは9名うち1名当日欠席の児童が2グループに分かれて質問し、ワクワク体験ツアーについてでは、間伐材を使った木工体験や植樹体験、ゆずゼリームースなどが提案されました。町からは町でも同様に考えており、現在体験ツアーを企画している旨の回答を行いました。質問事項1、やらなきゃ損時川町ワクワク体験ツアーについて。2、タブレットを使っての勉強について。3、時川町の人が集まる場所に木のベンチを置くことについて。4、運動する場所の改善について。玉川小学校、玉川小学校からは35名うち4名当日欠席の児童が6グループに分かれて質問し、トレーニングセンターの利用についてでは、保護者同伴ではなく自由に利用させてもらいたいとの提案がされ、町からは利用状況を見ながら利用方法を検討していきたい旨の回答を行いました。質問事項1、トレーニングセンターの利用について。2、町民プールについて。3、電車の増便について。4、時川ウォーク複合型ショッピングセンターの建設について。5、学校の新築について。6、駅の増設について。それぞれの学校の児童が議場で発言している様子などの写真が4枚掲載されています。ここまでの担当は阿部でした。20ページ21ページ見開きです。時川町体育協会誌スポーツ時川ナンバー41、第50回引き軍民体育大会ソフトテニス、5月8日日曜、天候に恵まれ小川町総合運動場を会場として開催されました。ソフトテニス部は毎年本大会に出場しており、今年も一般男子と一般女子の部門に出場しました。第50回という節目の大会でしたが、両部門とも優勝することができました。今後ともこの伝統ある引き軍民体育大会に出場し、良い成績を収めることができればと考えております。また時川町ソフトテニス部は毎週土日に
西平テニスコートで朝9時から13時まで練習をしています。ぜひ気軽に見学にいらしてください。引き地区インデアカ大会6月12日日曜、時川町体育センターにおいて本大会が行われました。時川町からはシニア男女混合1チーム、シニア女子2チームが出場しました。その結果、時川町のシニア男女混合チームが優勝、女子も優勝、3位という結果となりました。本大会は引き郡内のインデアカ大会の中でも歴史があり、インデアカを広めていく大切な大会の一つです。そのような大会にこれからも出場し、インデアカ普及に尽力していきたいと思います。第9回スポーツ交流会、7月3日日曜、40名参加。体育協会、スポーツ推進員、スポーツ協力員、スポーツ少年団の方々が参加し、ニュースポーツであるリングテニスを楽しみました。リングテニスはネットを挟んでお互いに投げ合うスポーツです。当日は各団体混合チームで試合を行い、リングテニスを初めて体験した皆さんは試行錯誤しながらプレーしていました。そのような新しいスポーツを通して各団体で交流を図ることができ、お互いに親睦を深めることができました。第50回引き郡民体育大会バスケットボール、7月24日日曜。今年から引き郡民体育大会の正式競技種目となったバスケットボールが吉見町民体育館で開催されました。時川町からは無制限男子の部、無制限女子の部、35歳以上男子の部に出場しました。試合はリーグ戦で行われ、時川町においては無制限男子の部で優勝、無制限女子の部で準優勝、35歳以上男子の部で準優勝することができました。正式種目となった最初の年に全ての部で優勝または準優勝という好成績を収めることができて、記憶に残る素晴らしい大会となりました。各大会で競技中の写真が4枚掲載されています。注目のアスリートたち、新井理恵選手。今回の注目のアスリートは卓球において活躍されている時川町在住の新井理恵選手をご紹介します。卓球を 6,7 年前に日本リーグのチームに所属しているご主人と遊び感覚で始めたのがきっかけで、現在では数々の大会で優勝を果たしています。昨年度開催された全国卓球選手権大会においても埼玉県代表選手、年代別個人の部として出場している注目の選手です。新井選手に卓球での思い出などを伺いました。新井選手への Q&A。 卓球での一番の思い出はどんなことですか？素人だった私が主人とラリーができるようになったことです。埼玉県スポーツ祭典卓球大会に出場し優勝を果たした時の感想を教えてください。強豪選手が多く厳しいと思っていましたが、一戦一戦必死に戦ったところ結果がついてきました。意外と冷静に試合ができました。日々心がけていることは何ですか？ボールを打つ感覚を忘れないように毎日練習をすることです。私は主に体育センターで練習をしています。今後の目標は何ですか？大きな大会で1年に3回以上優勝することです。最後に卓球に励んでいる方々や広報を読まれている皆さんに一言お願いします。継続は力なり、そして練習は嘘をつかないということです。笑顔で練習をしている新井理恵選手の写真が掲載されています。データファイル
4月から6月分。4月3日日曜、時川町体育協会総会、48名参加。3日10日17日いずれも日曜、ソフトボール春季大会、13チーム参加。無制限優勝タグロバッファローズ、準優勝日陰雷友会。40歳以上優勝日陰雷友会、準優勝五明ソフトボールクラブ。5日火曜、川島レディース大会バレーボール、優勝玉川栄。17日24日5月1日8日15日いずれも日曜、公式テニスクロス、延べ124名参加。23日30日5月7日14日いずれも土曜、空手道教室、延べ195名参加。5月1日日曜、第9回時川町ワンデーウォーク、225名参加。7日土曜、第26回引地区グランドゴルフ大会、2チーム参加。8日日曜、第50回引き軍民体育大会、優勝種目ソフトボール一般女子、ソフトテニス一般男子、ソフトテニス一般女子、バレーボール9人制40歳以上、バスケットボール無制限男子。13日20日27日6月3日いずれも金曜、ゴルフ教室参加者40名。14日土曜、第11回時川町グランドゴルフ大会、93名参加。優勝小島浩一、準優勝小林徳、第3位村田静子。21日土曜、22日日曜、第48回埼玉県空手道選手権大会、第29回県民総合体育大会空手道競技、第7回彩の国杯埼玉県ジュニア空手道選手権大会、組手個人小学3年女子の部、第3位吉山あゆり、シニア男子4部優勝小峰光義。型個人小学1年男子の部、第3位神山来希、小学4年女子の部優勝神山ゆりや。中学生女子の部、第3位佐川りり、少年女子の部第3位清水さつき、青年男子の部準優勝佐川海斗、シニア男子2部優勝小峰光義、第3位笠間隆一。6月5日12日いずれも日曜、ソフトボール夏季大会8チーム参加。優勝 SSP クルー、準優勝タグロバファローズ。12日日曜、引き軍シングルス大会公式テニスベテランの部、優勝大島一郎、準優勝山木満。19日日曜、引き軍師バレーボール大会 A ブロック優勝玉川栄。22日水曜、23日木曜、柔道教室参加者10名。26日日曜、第11回時川町綱引き大会15チーム参加。男子の部優勝春和、女子の部優勝根上アルストロメリア、小学生の部優勝ヒッキーズ玉川。